一度も一緒にプレイしなかった選手で一緒にプレイしたかった選手はいますか？パーロマルディーニだ。対戦はしたが、同じチームになったことはないな。あのような選手と一緒にプレーすると俺はたくさん学ぶだろうな。なぜなら選手としてだけでなく人としてのためでもあり、奴についてたくさん聞いたり対戦もしたが簡単ではなかったからな。まだもっとやりたい、もっと上手くなりたいと思うようになる。なぜなら A ディフェンダー対戦するときはさらにやらないといけないからだ。俺はイタリアに来た。最初の年を覚えている。セリアは世界一だったし最高の選手たちがイタリアにいた。俺は若かったやは本当に俺が何者か若く期待していなかった。俺は練習で全員に その時俺は赤様に攻撃したりしてはいないがやってやったんだよ俺が分かわせたことは良かったと思うしそれが俺を選手にさせたんだそして俺はマルディーニと対戦する運も持っていた同じチームではないがなそれともう一人いた怪物ロナードもだ若い時のアイドルですかそうだな彼のプレーは俺を引き立てるんだ彼は全てを持っているし俺も全てを持っているのを分かっているからな俺がいつも言っているのは俺はモハメド・アリマイキ・タイソンブルースリーの融合体だとな俺はアリのようにマイタイソンの力を持ちブルースリーのスピードガールそしてお前はイブラヒモビッチだとわかるチーム内で孤立していると噂されていますが それはお前の意見だろう。多くのメディアがそのように認識しています。お前はどう思っているんだよ。私もそのように感じているので、実際のところどうなのか確認したいのです。まるで俺よりチーム事情に詳しそうに話すな。そんなことはないです。でも実際にそういった内容の記事を書いているんだろう。だからその事実を確認するために、あなたを待っていたんです。もうすでに記事を書いたんだろう。何の根拠があって、そんな記事の内容を書いたんだよ。確かにあなたは PSG に加入して以来、多くのゴールを量産していますが、その一方で、個人プレーをするシーンが多く見られるからです。 じゃあお前は俺よりもサッカーに詳しいんだな。いいえさっきから一体何を聞きたいんだよ。いいえ 私は事実を知りたいだけです。ところでお前は、ジャーナリストとカメラマンどっちなんだ私はジャーナリストです。じゃあなんでカメラなんて持っているんだこれは上司からの命令なんです。経費を削減されているわけか。それより質問に答えてくださいよ。分かった答えるよ。チームメイトと監督との関係は、これ以上ないくらいにパーフェクトだ。これがお前の知りたがっていた答えだよ。来てくれてありがとう。会えて嬉しいよ。君と初めて会った時、とんでもない奴が来たと思ったよ。何年かかかったけど、ロスにはずっと前から注目していて、何かプレゼントしたいと思っていたんだ。だから俺をプレゼントすることにしたんだ。だからどういたしましてだよ。君は あまりスウェーデン人らしくないよね。他のスウェーデン人と全然違う。スウェーデン人がビッグマウスなのは珍しい。みんないい人すぎるのさ。だから国を追い出されたのかな。俺はスウェーデン人らしくないけど、世界にスウェーデンを認知させたからいいんだよ。オッケーじゃん違う話をしようか。そうだな茶番は終わりだ。他のスポーツはする。プロのアスリートだから、バスケとかしないの。お礼の期待はでかいな。俺の精神は弾丸を砕けるが、とにかくたまたまサッカーを選んだけど、何をやってもこうなっていた。間違いない。すごすぎて申し訳ないけど、結局こうなるのさ。 はない君の注目度の高さのせいで彼らはスーパースターになれるよ君と一緒にいればチームは勝てるもね俺があいつらをビッグにしてやるよ最後までご視聴いただきありがとうございますサッカーマニアがサッカーの魅力を毎日お届けしますのでチャンネル登録と高評価をお願いします次回もお楽しみに